メソダーモケリスは中世代白亜紀後期の約8000万年前から7000万年前に生息していたウミガメの絶滅した属。ハチウズナからカメモ目ウミガメ上カからオサガメカに属する。学名は中世代のオサガメのイ、校長は最大で2メートルにも達する大型のウミガメ。上腕骨の外側突起が発達するなどオサガメ化、独特の特徴を持つ。しかし、 原生のおさがめや新生代の属などとは異なり、個室の甲羅はそれほど退化していない。ただし、輪盤の痕跡である輪盤甲は廃坑の中央にわずかに見られるだけであった。この属の特徴的な形質としては、廃坑の周焉、円盤の内側が波打ったような形状となっていることが挙げられる。頭部はプロトステガカに似ており、 原政のオサガメのようなクラゲ食特化ではなく魚をはじめとする様々な動物質を接触していたと思われる。メソダーモケリス・ウンデュラータス・メセダーモシェイリズ・アンジェラタスの化石は旧保別町のマーストリヒチアン前期の箱淵層群で発見され、提供科学技術大学の平山連と、保別町立博物館の地特力により1996年に親族として報告された。 平山は、その他スモ市、旧潮の江町のマーストリヒチ安全期の泉総群、中川町のカンパに安全期の江ゾ総群から発見された化石についても、同種であると主張している。2016年現在において、日本以外から、本属の化石が発見されていないことから、日本近海の固有種であったと考えられている。また、日本において、同時代に、 他のウミガメ化石の発見が少ないことから日本近海における優先種であったと考えられている。ありがとうございます。